どうもこんばんは、カズマルクスと申します。いつもねご視聴いただきありがとうございます。そして、高評価やコメントしてくださる方も、ありがとうございます。本日もマリオカート8デラックスの200cc やっていこうかなと思います。1レース目は 200cc サンシャイン空港ということで、本日のカスタマーですね、カズマルクスちゃんにスケルトンローラーテイヤー紙コーキで 200cc、荒らす、もしくは無双していきたいと思います。荒らすって言い方あんま良くないな。無双していきます、よろしくお願いします。ということでインついて、これわーゆうっちさんのバナーに当たってしまいましたね。とさあ、まずこう最速出してからアウトね。結構ここコイン落ちてるんですけど、そうでもなかったか。とりあえず2つ取れそうだね。 OK 取りまして、コインもここで回収して3枚にして、さあ昨日より引いたね。そんな感じで2周目入っていきましょうか。ということで今日もね、皆様よかったら、高評価と、コメントの方、もう高評価はねポチッと、シンプルに欲しいです。そしてコメントはですね、もう何でもいいので、ウポツとか1個目とかね、コメントしましたとか何でもよろしいんで、もう適当にじゃんじゃん書き込んでいってください。とそしてね、僕はねマリオカートがめちゃめちゃ好きで、YouTube へね毎日動画の方をね日課としてね動画を上げております。よかったらね皆さんもね僕の動画を日課のように、そして日記のようにね、見てくださるととても嬉しいです。なんで当たった方がよくわからねえ。とりあえずここでアイテムしっかり取っていきます。なんかもう被弾しまくってんな、あちらこちらで。ここでジャンプアクションスルーして2つ取れそうやな。ここは2つルートしっかり行きまして2個取っていきますけども、さあクラクション引いたな。ミドさん回してこうか一応。さあ現在2位だ。気づいたら2位にいるんだよね。マルマルクスさんに緑コーラワンチャンスナイプ当たりそうなんで、ここでしっかり1つ取っていきます。いけ、当てるよ、当たるかな。ワンチャンスナイプ狙っていきたいんですけど、当たる、オッケー。いや当たってねんかい。当たったかな。いやー明らかに当たったと思ったんだけどな。今の疑惑の判定ですね。ちょっと審査員、今の判定お願いしますとそう言いたいんですけど、そんな感じで今回はね、カズマルクスちゃんスケルトンカスタムで 200cc ね走りまくって、爽快感で走っていきたいと思いますので、よかったらよろしくお願いします。レースの続きやっていきたいと思います。続いての、コースティングは 200cc のゲームボーイアドバンスですね、よろしくお願いします。とキノピオのめちゃめちゃ速い方がね入ってきてくれたんで、これはねかなり熱くなりそう、というか熱い。みんなも応援してください、よろしくお願いします。さあスタダ決めていきましょうか。となかなか始まん。はい、 OK。 いやーこれちょっと速いかな。 OK 大丈夫だった。でこれ多分1K1 位出れるね。よし、もっとこのコース得意だから。そう、初手バナナ、やっぱね1位以外からスタートするとあそこね、あのアイテム取ってインつけば大体防御出て1位出れるんで、さあアイテムしっかり置いてコインへ使って5枚にしていきましょう。でここ左ドリフトすることによってしっかりここね低空で着地することができますと。でアイテム優先しようか。アイテム取ってミニタスーパー解放して、でここダートスルーして、新たに発見したダートスルー走法ね。そして浮きすぎ。いやあそこね2つ目のジャンプ台に乗ってしまうとドリフトが入らないんですよね。なんとかぶつかるけどミニターボ解放して、もう一回アイテム交換しようかな。ここはさあテレサちょうど来てくれたな。アイテム前でマジで助かった。さあ左ドリフトしてテイクで着地して、次のアイテムショートカット決めていこうか。 OK、 いい感情処理決まったと。いや後ろ、いやートゲ来たな。トゲ様消えてください。誰かね誤ってクラクションで消してほしいんだけどな。まあそんなことはなく、イカスミ来たけど、いやーショートカット行かなくてよかったかな。ちょっと失敗したかな。とりあえず無理やりでもダート突っ込んで、いやーここでサンダー来たのはありがたいかもしれない。後ろね軽減になったかもしれないんですけど、俺が逆に軽減になったのかな。とりあえずここでジャンプアクション決めて、いやー大きくなるタイミング悪いんだけど、そこで大きくなっちゃうか。で左ドリフト決めて、もう1位安定かなと。もう一発トゲとかサンダー来なきゃなんですよね。大丈夫か。さあいい感じ処理決めまして、悪い字とキノピオが迫りに迫ってきてるけど大丈夫でしょうか。息切れしそうなんですけど、スーパー解放して、ジャンプアクション決めてチーズインゴールチーズインハンバーグみたいな何言ってんだよって。いやーカズマルクスちゃんのさ喜び方めちゃめちゃ可愛くないこれ。やったーやったー。200cc 任天堂64ピーチサーキット頑張って走っていきたいと思います。ということで皆様ね引き続きレースの方よろしくお願いします。さあちょっとねさっきねバッテリーのバッテリーのコントローラーのバッテリーがね急に切れて焦って今ねあのコードを挿したとこなんですけどもね、あのスプラトゥーン柄のねプロコントローラーをね、使用して動画を
撮っておりますというかレースをしているんですけども、皆さんはプロコンですかね、それともジョイコンですか。ジョイコンってさ、充電するとき任天堂スイッチ本体に挿さないといけないって確か聞いたことあるんで、コーラここで消していきましょう。で2つ取っていきます。なんで1個さっき赤コーラ通過したのか謎なんですけど、赤コーラ多いな、多分俺じゃないかな。 OK、 マルマルクス当てていきたいんですけど、これワンチャン当たんねえかな。当たんねえか。いやー、前ねウィーニングね、角度つけてされたことがあって、マジでブチギレそうになったね。あれはなんでわざわざそれすんのって思って、本当にみんなも多分同じ気持ちだと思うんですよね。まあ、そういうのは無視するのが一番だと思うんですけども、普通に避けられたんだけど、いやーお父さんじゃん。あ、でも後ろ全員お父さんか。カロンの人が多分上がってきそうだな。大丈夫かな。とりあえず2つアイテム取っていきます。潰されそうか、大丈夫かな。とりあえず、ボム出たら、いやー、ブーメラン。前スナイプして全員当てていきたいんだけどな。とりあえず、ミドルコーラ避けて、どうしようか、ここに一応置いといて赤コーラ消しつつなんですけど、あ、意外と上がれてるな。とりあえず、カロンの人抜かせていただきます。赤コーラ引いた。いや、これ、総力次第でいけんな。ユーチさんをなんとか仕留めていきたいな。ここで投げて、2つアイテム取れた。いいね。いや、1位出れた。からの、コインの赤コーラなんですけど、後ろコインじゃ、できのこ持ってんのもう、わけわかんなくなってきた。とりあえずここ、うわ、サンド来た。いやー、アイテム数数えないか。そしてコイン取ったんですけど、いやー、これ屋根を貸するんだよな。大丈夫かな。え、ミータボ解放して。なんでそこで赤コーラ引くかな。とりあえず3位キープ、3位キープ。オッケー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 。よかった。入賞、3位入賞、銅メダルは、取れたんですけどね。いやー、自業自得だね。あそこサンダー来た途端にね、ニコボックスちゃんと取ってれば、未然に防げたのにさ。僕ミッキーさん合流ありがとうございます。僕カズマルクスということで、はい、そんな茶番置いといて、次のレースは 200cc の、リンリンメトロ頑張って走っていきましょう。前全員パタテンテンじゃ、あ、1位の方スケルトンじゃなくて、間違えた。あ、でも着せ替えスクーターだね、珍しいな。さあ1位出ていく、ここ多分インツケ抜けそうな気がするんだけどな。さあウルトラ貯めて、改札口に当たりそうで怖いんだよな、毎回毎回。そしてアイテム取って、引かれてるし、いや引かれてねえし、楽だった。インついてスーパーで解放して、いやー今、いやなんでいや、おかしくね、今どっからバナナ発生したの。バナナの発生の仕方がよくわかんない。いやなんなんで今のラグは。じゃあザカコーラ防いで、いや僕ミッキーさんそれマジで害悪だ、そのミドルコーラめっちゃ怖いんだけどな、めっちゃコミック。そしてウルトラ解放して、いやー警戒しながら、そしたらこれさ、こっちから行こうか。なんで前投げた、なんで後ろ投げた、赤コーラ。ミドルコーラのキノコなんで、こうもう一回こっちの右から行く。ちょっとなんか縁に当たった。そしてコインを10枚にして、さあキノコ行ったんですけど、あ、ぶつかった。あー逆に俺もぶつかっちゃったな。さあすっかりここでアイテム2つ取れたのはいいんですけど、さあ緑、あ、じゃあ赤コーラ2つ引いた。ウルトラ解放して3周目突入していきます。ここでもう一個投げて、さあここでもう一個投げます。さあここで多分食らうでしょう。 OK、 しっかり1位出ていきます。ここでスーパー返して、この先ね確か電車がもう1台来るんだよね。そう、もう1列車来てジャンプアクション決めて、もう1位確定かな。 OK、 よかったな。もう途中めちゃくちゃ荒れたかな。なんとか最後は、1位をねもぎもぎって感じで取ることができましたと。ありがとうございました。ちょっとほんと疲れてきたな。まだね昼飯食べてないんですよね。今現在が、13時29分ということで、次のレースでね、最後にしようかなと思っております。よかったらね最後も見ていってください。よろしくお願いします。最終レースは 200cc 平方鉱山で、今日のねパートは、締めたいと思います。もうそろそろ腹が減ってね、今日ね昼飯は、またオーケーストアでね弁当を買ってきました。めちゃくちゃ美味しそうなの買ってきましたんで、楽しみって感じでよろしくお願いします。あ、自分後ろからロイがね迫ってきそう。はい、スタートダッシュしっかり決めていきます。ちょっとミスったかな。とりあえず4位でアイテム取ることによってキノコ系出ないか、キノコ系出ると思ってあえてスタートダッシュね若干ミスったんですけど、まあバナナか。ですね、今日ねバナナも買ったんですよ。最近ね筋トレに燃えててですね、プロテインはね、あ、前にも話したっけ、プロテインはザバスのやつ飲んでて、そして朝飯は、バナナとプロテインということで、いやバナナとプロテインっていいよね。タンパク質豊富、そしてエネルギー補給。うわ、なんか跳ねたけど、とりあえずなんか2位まで出た。さあ2周目入っていくんですが、ここでキノコ使おうか。 OK、
そして4位で相手に取った。なんかアイテム赤コーラがすごい、コーラ系がすごいね。で俺も赤コーラ引くとめっちゃ引くね。譲ってほしいな。譲んないと俺当たり問答無用に当てちゃうからね。そして前投げて丸丸くさん当ててしまいますけど、いや早くない。ねえなんでそこでさ出すぎだよ赤コーラ、本当にマジで赤コーラ出すぎ問題ね。とりあえず持っておこうかな。ここはニスクしていきましょう。オッケー。ミニターボ決めて、もう一回ここで赤コーラ連発して投げようかなと思います。申し訳ないけどね、キノピオ使いの方には大変申し訳ございませんということで、ここでしっかりスーパーでウルトラ貯めてジャンプアクション決めて、さあこれキノにほじっておけばショートカットで、サポート的存在になるん でそこでしっかり、あトゲ来たけど回避して、オッケー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 、トゲ回避して最終レース締めるのはめちゃめちゃいい感じ。うわー、そこでサンダー来たら展開すごい変わるんだけど、後ろサンダー回避してないよね。メタマリ大丈夫かな。しっかりここでスーパーで解放しまして、ジャンプアクション決めて、ここ J スルーしてとりあえず1位かな。後ろ置いといて1位フィニッシュ、ありがとうございます。フィニッシュね、なんかフィッシュとさ似てて魚系のお料理がね、はい食べたいんですけど、今日の夜はねちょっとお鮭を焼こうかなと。お鮭っておつける意味あると。はい、いや気づいたらもう1384ポイントもね 200cc やってたと思うとめっちゃやり込んでませんかね。はい、そんな感じで今回はね、カズマルクスちゃんスケルトンカスタムで 200cc ねなんとか走りましたけども、楽しめたんでね、よかったでしょうと。皆様もねよあの行動がね面白いと思ってくれましたら高評価の方をねポチッと押していってください。僕の動画をね、実況好きになったという方はですね、チャンネル登録ボタン下の方にありますので、ぜひぜひねチャンネル登録の方よろしくお願いします。そして今年中にですね、YouTube のチャンネル登録者数ね1万人を目指して頑張っておりますので、皆さんね登録していただけるととても嬉しいです。はしゃいじゃいます。よろしくお願いします。過去動画もねたくさん動画上がってるんで、ぜひご覧になってください。それではカズマルクスでした。バイバイ。カズマルクスちゃん、バイバイ。